ベバ -14 放棄された状態のベリエフベバ -14。主翼が失われているベリエフベバ -14 は垂直離着陸可能な水陸両用機として研究されていた機体である。1970年代、この機体はソビエト連邦により開発された。水上から発進し高速で長距離飛行が可能で、リフトエンジンにより滑走路なしで垂直に離着陸。 できるよう設計されていた。本機は通常の航空機のように航空を飛行したほか、地面効果により海面上を効率よく滑空する能力を有した。ベーバ -14 はアメリカ海軍が潜水艦にポラリスミサイルを搭載、運用したことから、これを撃破する必要性が確認され、この答えとしてロベルト・バルティに逃により設計された。バルティには ベリーエフ設計局と協力し、3段階でのベバ -14 の試作機開発を起とした。ベーバ -14M1 は流体力学及び技術的なテストベッドとなる予定だった。当初この機体は中央の主翼部分集団に公式ポンツーンを装備しており、後にこれは膨張させて使用可能なポンツーンに換装された。ベバ -14M2 はより進化しており、 機に揚力を与えるため、よくかの空洞に燃焼流を廃棄する2機の手動用エンジンを装備した。また、後には垂直離着陸能力を得るため、リフトエンジンの列を構成し、フライバイワイヤによる飛行管制が導入される予定だった。ベーバ -14M3 は完全武装した V トール機になる予定で、コンピュータ化された V レバストニックアス W システムを装備し、さらに、 1> 某 -1 マット及び他の作戦用機材を備えるものとされた。地面効果を利用した小型の試作航空機、ベリー FBE-1 の開発を含む後半な研究の後に最初のベバ -14 試作機が1972年に完成した。1972年9月4日、初飛行が従来型の滑走路から行われた。1974年、 膨張式のポンツーンが導入されたが、開発チームの作業には多数の問題が引き起こされた。不要及び水上滑走試験がこれに続き、1975年6月11日には、水陸両用機として飛行試験を始めるにまで達した。膨張式のポンツーンは、後に公式ポンツーンに乾燥された。この間、胴体部分が延長され、手動用エンジンが追加された。 この回収機は 14MHP の故障を与えられた。しかしながら、設計局が供給するはずの垂直離着陸に使用する容器とされた12機の RD-36 e から 35PR リフトエンジンが調達されず、これにより V トール試験は不可能となった。1974年、バルティーニの死後は計画が遅延し、結局は幕が引かれた。 この航空機は107回飛行し、総飛行時間は103時間であった。唯一残存するベバ -14 は、ナンバーワン9172機で、1987年にも、ニノに所在する空軍中央博物館に引き取られ、退役した。2021年現在、この航空機は、主翼が解体された状態で、博物館の屋外に、残地されている。 展示品としてはナンバーが1687またアエロフロートとされている日本製のゲームであるメタルギアソリッド3で本機が登場する。ありがとうございます。